皆さんこんばんは。全国外国人雇用協会留学生就職学院の高田千佳です。第38回有力企業就職ライブ大阪編をお届けさせていただきます。この有力企業就職ライブは毎週日曜日の夜に配信させていただいています。毎回3社から6社の求人企業の、ご案内をしています。でこの大阪編でお届けする、企業さんの情報は私ども留学生就職学院大阪支店の方に社長さんがお越しくださる案件に限ってお送りします。ですので時にはねこれより少なかったり多かったりということがあります。ただ全部ご案内する会社さんは大阪支店の方にお越しくださいますので、大阪の近くの方はぜひ毎週チェックしてみてください。よろしくお願いします。で受けたいものがあればね、動画の最後にお申し込み方法をお伝えしますので、それをご覧いただいて、面接にお申し込みをお願いします。はい、それでは本日の1社目ですね、こちらは貿易と通販をやってる会社です。本格的な貿易、そして、海外業務の募集となりますので、ぜひね、このチャンス生かしてください。こちらはですね、このフラワーベース、日本語では花瓶とか花器とか言いますね、お花を入れるものですね、これを作ってるんですね。でデザイナーさんがデザインをしたものを海外工場に発注をします。そして、依頼通りできてるかっていう品質管理をするお仕事です。会社の場所は河内長野ですね。河内長野駅は難波から35分のところにあります。はい、で海外工場は中国、インド、ポーランドなどですから、まだ他にもね、いっぱい工場を、提携工場をお持ちです。でそこに対して、発注をして、まずサンプルを作ってもらいます。でチェックをして、社内の日本人の人たちにね、上がってきた、サンプルをチェックしてもらって、もうちょっとこここうしてって伝えてとか言われたら、それを、まあ、英語とか、中国語ができる人だったら中国語で、工場に伝えて、また作ってもらって OK が出たら、大量生産というようなことになると思いますね。で、生産をもちろん、言った通りのできてるかっていう品質のチェックとかスケジュールはね、日本の企業、日本の工場と違って海外の工場は、スケジュールが遅れたりということもあるらしいですから、そういうところ途中途中をチェックしたりですね、予定通り納品がされるかというような管理をするというね、結構重要なお仕事ですよ。ですから英語はね、必ずできてほしいということです。まあもちろんね、業界の専門用語とかは入ってから覚えればいいですから、普通に日常会話ができればチャレンジできると思いますよ。あともしね、中国語もできるという方は有利ですから、ぜひチャレンジしてください。面接は明日です。よろしくお願いします。海外業務ね、かっこいいですね。はい、2社目、こちらはですね、工場のお仕事です。溶接などをしますよ。会社の場所は大阪府の四条縄手市ですね。大阪駅から33分、四条縄手の一つ隣の、忍が丘という駅ですね。寝屋川公園と四条縄手の間にあります。33分ですからね、すぐですね。でここで鉄とか金属を溶接して、建物の骨組みを作ります。建物に使われるものを作るんですけど、建物を建てる現場に行くんじゃなくて工場でね、溶接をします。で新入社員の方はまずは会社の横にある、併設っていうのは横にあるということですね、練習場で溶接技術を身につけてもらいますということなので、溶接の経験はいらないです。そして自己負担2万3000円だけで済める、社宅もありますよということですので、引っ越しが必要な方はね、社宅を利用してください。面接は9月7日火曜日の5時です。2人募集です。最初20万できるようになると35万ということなのでね、ぜひチャレンジしてみてください。次は飲食店の募集です。飲食店ね、コロナの影響で夜の営業が短くなったりして求人がなかなかなかったんですけど、最近ね、大阪の方は結構求人が出てます。ですので飲食店考えてる方、どんどん受けてください、1社目受けてすぐパッて内定になればいいんですけど、なかなかそういう人は少ないです。やっぱり何個か受けて、聞かれたことへの、
回答もうまくなった頃に内定が出るっていうことが多いですから、3社4社受けるつもりでね、まずこの1社から始めてみてください。こちらはね、キッチンの募集になります。大阪市ですけど、新深江という駅ですね。梅田から22分のところです。こっちにありますね。ここ難波からずっと日本橋、鶴橋と伸びている、地下鉄ですね。これで行けますので便利なところだと思いますよ。で、海鮮をメインにした和食居酒屋さんです。キッチン業務をメインに担当してもらいますけど、ずっとキッチンってことはないですね。店舗の中のことは全部やっていくことになると思います。で、飲食経験ね、キッチンの経験ある人はそれをアピールしたらいいですけど、ない人も一から指導してくれますので安心して応募してください。面接は9月8日水曜日の2時です。2人募集です。よろしくお願いします。はい、4社目ですね。こちら電気のお仕事です。電気の勉強した方は、それ技術者として就職ができます。で、電気の勉強してない方もね、入ってから覚えていただいたらいいですよって言ってもらってますので、チャレンジしてみてください。場所はね、奈良県ですね。大和郡山市にあります。大和小泉駅、難波駅ね、JR の難波、メトロね、地下鉄は難波ってひらがなで書きますけど、 JR だとね、漢字になりますね、難波駅。ここからずっとね、伸びている線があります。JR 大和路線、これで1本で行けますのでね、37分、そんな遠くないですね。あるいは奈良に住んでる方はね、奈良からビューと来ればいいですからね。すごくいい場所ですね。はい。で、企業とか公共施設の屋内の配線工事をやります。で、あるいは携帯の基地局の配管配線というのもやります。電気の知識持ってなくても大丈夫ですよ。入ってから覚えてください。で、能力主義ですから、頑張ったらね、給与に反映してくれます。面接は9月9日木曜日の5時です。興味ある方ね、ぜひやってみてください。2人募集です。はい。5社目、こちらは工場ですね。大きな機械ですね。こういう機械を作ります。場所は大阪府の大阪市最寄り駅塚本駅、すごくいいですね。大阪駅までたった3分ですよ、塚本はね。神戸の方に伸びてるね、尼崎と大阪の間ですからね、もうすぐです。ほぼ大阪ですね。ここから歩いて行けるところに工場があります。で、石油化学工業や薬品産業で、使われる熱交換器やボイラー等を製作します。だから、こういうのを作って別の工場に納めに行くということになりますね。で、組み立てや溶接から覚えていただきますよ。で、溶接の経験がある人はね、アピールしてください。で、日本のものづくりというのは高い技術力をね、皆さんお持ちですので、いろんな技術を学ぶことができますので、将来きっとね、いろいろ役に立つと思います。はい。面接は10日金曜日2時です。工場でなんかものづくりね、興味ある方チャレンジしてください。2人募集です。はい。今日は以上のご案内となります。大阪にのお近くの方、今日は奈良の会社もありましたのでね、ぜひ応募してください。応募を、ね、する方はまずチャンネル登録お願いします。で、その後でメールまたはお電話でお申し込みください。メールはこのアドレス、お電話はこちらとなります。よろしくお願いします。で、社長面接はオンラインではないです。大阪支店で直接面接していただけますので、大阪支店の方にぜひ、お越しください。で、遠い方ね、名古屋支店が近い方は名古屋支店からテレビ会議システムで受けることができます。あるいは東京本店からも受けられますので、そちらにお越しいただける方はそちらから受けてください。で、どこも遠い方ね、大阪も名古屋も東京も遠いよという方は、このメールまたはお電話でご相談ください。個別のオンライン対応をね、検討させていただきます。はい。で、面接の予定今申し上げましたけども、社長さんたちもね、お忙しいですから変更になることもあります。ですから、お申し込みいただいた後、面接当日ね、お家を出る前に1本お電話で、変更ないかぜひご確認をお願いします。はい。で、リアルイベントをね、毎日やっています。で、今大阪支店も名古屋支店もリアルイベントをやっています。ただ土日祝は、開催していません。この土日祝も開催していますというのは東京本店のことです、すみません。
月水金11時火木の、2時は、この平日については大阪支店名古屋支店もやっています。でそれに加えて土日の2時も東京本店では行っています。ご案内する会社はね、全部どこにで聞いていただいても同じです。毎回30社ぐらい、いろんな会社さんの求人情報を皆さんにご案内できますので、お仕事探している方まずはね、ご相談も兼ねて、リアルイベントぜひお越しください。はい、今はご案内しました大阪会場は JR 新大阪駅、大阪駅じゃなくて新大阪の方ですね、こちら東口出て左のすぐのビルです。で名古屋が近い方ね、JR 名古屋駅から徒歩5分のところに名古屋支店があります。あるいは東京まで来れる方、JR 神田駅から徒歩5分のところに、本店、大きな本店がありますので、こちらの方もね、ぜひ来てみてください。それでは皆さんのご応募お待ちしています。また来週お会いしましょう。さよなら。